ベンジャンスは、イギリス海軍のコロッサス救空母艦、スワンハンター像戦所にて建造された。第二次世界大戦に参加の後、オーストラリア海軍に対応され、さらにその後ブラジルに売却されミナスジェライスと改名された。詳細は、コロッサス救空母艦を参照搭載機変遷1945年8月、K42 期 812SQN プラス1850。18 SQN ベンジャンスは収益後、A 太平洋艦隊を強化するために極東へ送られた。第二次世界大戦が終わるとすぐに中国軍の奇襲を防ぎ植民地を再占領するために香港へ派遣された。その後、他のコロッサス級空母と合流し、戦争捕虜の本国総監に従事した。イギリスに戻った後、ベンジャンスは2年の間、第三空母戦隊の機関として働いた。この艦は、 イギリス連邦の一員であるオーストラリア海軍に対応されることとなった。オーストラリア海軍にとってシドニーに続く2番目の軽空母であった。対応に伴う回収を受けるためこの間は1952年9月15日にデボンポートに入港し、回収途中の1952年11月13日にオーストラリア海軍に収益した。 回収作業が1953年1月2日に完了するとオーストラリアへの航海を開始し、1953年3月11日に到着した。当初この艦は朝鮮戦争に派遣される予定であり、c フューリーが配備された第805、850飛行隊とファイアフライが配備された第816飛行隊が艦上で訓練を積んでいた。 しかし結局朝鮮戦争にはシドニーが再派遣されることに計画が変更されたため3つの飛行隊と航空機はベンジャンスからシニー。1954年11月、イギリス連邦占領軍の一員として日本に派遣されそのまま朝鮮戦争に国連軍として参加したオーストラリア空軍第77飛行隊を帰還させるためにこの艦が派遣された。 1955年6月16日、ベンジャンスはイギリスへの返還のための航海に出発し、同年8月5日にポーツマスに到着した。1955年8月13日、南半球での3年間の任務の終えベンジャンスはイギリス海軍に最終駅した。1956年12月14日ベンジャンスはブラジルに売却された。 アムステルダムの造船所で近代化改修を受けた後、この艦はブラジル海軍にミナス・ジェライスとして収益した。40年以上もの収益期間を終え、2001年にミナス・ジェライスは退役した。翌年艦隊が競売にかけられた際に、イギリスの NGO からこの艦を買い取ってベンジャンスの姿に戻し、第二次世界大戦の記念艦とするという案が出た。 しかしもろもろの理由によりその案は実現せず、最終的にこの間はインドに栄光され、スクラップとなった。ありがとうございます。